画像認識技術と流出問題とは、ネットビジネスアナリスト、横田修林です。長岡造形大学で教えています、情報リテラシー論の90分の内容を一気に紹介していきたいと思ってるんですが、今までの画像認識技術と言われているものは、インターネットの登場、そしてスマートフォンの登場、SNS の登場により進化してきたわけですね。で、ここで大量に得た データっていうものが集まってきたことによって認識するだけではなくて生成するっていうことを新しくクリエイティブなことを作っていくっていうことができるようになったのがこの直近1年間で起きたことなんですねこの部分に関してはまだスライドを今回作ることができなくて15分の動画を2つですねご覧いただいたんですが新しく変わることこれからどんどん出てくると思うんですけど AI のですねこの生成するクリエイティブな部分に進化が始まったこと 恐ろしいので、今後も注目していきましょう。